漆のない生活は想像できないので。漆工芸をしております野田敏子と申します。神奈川県南足柄市というところで、箱根の裾野になります。漆はもう日本では1万年以上前からされていたと言われている工芸ですね。漆の木から出る樹液を利用して、それを木を保護するために塗られた、あるいは接着の能力があるので、その接着のために使われた。今は主に木を保護するという形がメインで、それから美術工芸品という形で残っています。23歳の時に初めて見たお椀がとても現代的で、それで今までに私が抱いていた漆へのイメージと全く違うものと出会ったんですね。でそれが野田耕作という、やがては結婚して私の師匠であり夫になった方なんですけど、その方の作った作品に驚いて、自分で思いもよらない、その一緒に手伝うという形から始まって、やがては一緒に作るということになり、で彼が亡くなった後は思いがけず私がその主流になって今度は作るという、そういう生活になりました。一番最初に私が作りたいものを考えます。で図面化します。でそれを専門の方に生地を引くっていうんですが、引いたりそれから刺したり、いろんな形で私の希望のものを何回か話し合ったりしながら生地ができます。でその生地ができますと漆を与えて施すんですけど、どういう仕上げにするかによって最初は違ってきます。で木目が美しいものもありますし、それから持った感じとか、それからこれからどういうことで使うかによって、その木目を出した塗り方にするか、木目を消してもいい塗り方にするか決めます。木目はみんな違いますので、木は同じものが2つありませんので、それを見ながら考えるのも楽しい時間です。それを決めましたら拭いて作業を始めるのと、それから塗りっぱなしで作業を進めていくのと二手にあります。木固めと言って1回木を固めするんですけど、2回3回と作業を重ねていきます。漆を与えることによって木肌がこう立ってくるんですね。で次の漆を染み込ませるためには、それが立ったままですとたくさん染みていきませんので、一回軽くサンドペーパーで研ぎます。今自分が作っているものはお客様のところに行って、ああ気持ちいい、毎日でも使いたいわと思ってもらえると一番嬉しいですね。でこれが例えばパスタを入れたらパスタにも合った、でもカレー入れたらそれも食べられたわって、うどん入れたらなんかそれも似合うじゃないとか、ちらし寿司入れてもいいわねとかね、何にでもこう使ってもらえると、一つの用途に一つじゃなくて、それがそうずっとそこのお家の中で家族な当たり前になって参加してくれてるとすごく嬉しいです。一人でできることって何もないです。漆一つだって木工をする方があり、漆を作る方があり、そしてそれにまつわる例えば金箔を使ったりいろいろしますけど、その仕事をする人がありっていう、仕事の分野だけ見てもいろんな方があって私の仕事成り立ちますよね。それからその仕事をするのに張り合いがあるってを、なおかつこう支援してくれるのはここに来てくださるいろんなお友達とか、そんなに大きなドサッとした目に見えるものではないけれど、日々の中に薪を作ってくれて持ってきてくださる人があったり、お野菜を持ってきてくださる人があったり、それは全部なんか私の明日
を楽しいなと思わせてくださる支えなので、それが一番宝物